はい、どうも皆さんこんにちは。東京キャンパーズベースのジョーパパです。どうもこんにちは。あ、新年一発目ということで、どうも明けましておめでとうございます。2021年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで今日の動画のタイトルがこちら、キャンピングカーのこと誤解してないっていう内容でお話ししていきたいと思います。まあ、ちっちゃいサブタイトルにキャンカー乗りに対する間違った誤解を晴らしますとあるんですけども、先日キャンピングカーで移動してる時にふと思ったんですよ。なんかキャンピングカーに乗ってると人にチラチラ見られてる気がするけど、ひょっとしたら変な人だと思われてるのかなって思いましたはい、完全に被害妄想です。まあ、ただキャンピングカーオーナーさん、まあ、キャンピングカーって結構目立つ車が多いじゃないですか。なんだかよくわかんないけど、なんか人に見られてる気がするって思ったことある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、私もなんかチラチラ見られてる気がした時にちょっと思ったんですよ。なんか普通車の時はこんな経験なかったのに、なんか世の中の人ってキャンピングカーに乗ってる人のことを変な人だと思ってないって思ったんです。まあ、完全に被害妄想ですけどね。まあ、ただ事実そうやって思ってるところがあるんで、それにひょっとしたらキャンピングカーオーナーじゃない人がもし見てたら、なんか変な人だと思ってんじゃないですか。まあ、なので今回はそのキャンピングカーの変なイメージを払拭したく、この動画を作りました。はい、で今日の動画の内容なんですけども、またいつものようにいくつかの項目に分けてお話ししていきたいと思います。まず最初の項目が、キャンピングカーオーナーってそれ以外の人から見たらこんな風に見えてるんじゃないかなっていう被害妄想の話で、その次の項目がそれに対する解説をしていきます。まあ、弁解というか言い訳ですよね。で、その次の項目が、キャンピングカーユーザーへの誤解がされやすい理由についてお話ししていきたいと思います。そしてさらに次の項目が、キャンピングカーユーザーが気をつけるべきことについてお話をしながら、この動画をまとめていきたいと思います。それで今日の動画は、キャンピングカーオーナー、ユーザーの方で、実際にキャンピングカーで活動されている方はもちろん、キャンピングカーユーザー以外の方で、いつも遠目にキャンピングカーを目にするという方、特に、実はちょっと怪しい目で見てるんですよ、とか、実はキャンピングカーに対してちょっと嫌悪感を持ってるんですよっていう方にもぜひ見ていただきたいと思います。そして今日の動画見ていただくことによって、まずはキャンピングカーに乗っていない方の大きな誤解を解いて、すっきりしてもらうことができると思います。まあ、そしてキャンピングカーオーナーの方にとっては、あなたのキャンピングカーに対してもたれがちな良からぬイメージを見つめ直すきっかけになると思います。まあ、それだけではなくて、誤解される理由などを一緒に考えることで、気をつけるべきことを見つけることができるんじゃないかなって思います。まあ、ただ今回の動画っていうのは、それこそ私が一人で喋ってるだけではあまり意味がないかなって思います。まあ、かなり私の被害妄想が濃い内容になっておりますので、なので、せっかくコメント欄下の方にありますので、キャンピングカーオーナーの方もそうでない方も、キャンピングカーに対するイメージや気をつけた方がいいことなど、皆さんの意見をぜひ交換してほしいと思ってます。まあ、そうすることで、この動画にたどり着いた人がそのコメント欄を見ることで、それを見た人にとってとても価値のある情報になるんじゃないかなと思いますので、まずは動画の方ぜひ最後まで見ていただいて、ぜひ下のコメント欄も有効活用してみてください。はい、それでここまで聞いた方でこう思った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。いや、このおじさん誰なんだよって。はい、自己紹介簡単にさせていただきます。私は国産のキャンピングカーを所有するアラフォーパパのジョーパパと申します。どうも初めまして。どうもこんにちは。で、キャンピングカーに関してなんですけども、昨年11月で多分7年、キャンピングカーを乗り始めて7年になったかなと思います。で、その7年の間でキャンピングカーを2台乗り継いでおります。まだまだベテランとは言えないかもしれませんけども、7年間のキャンピングカーライフを経験してきております。なので実際に使用してきたユーザーとしてのリアルなお話をこれからできると思いますので、ぜひよかったら最後までお話聞いてみてください。このチャンネルでは、キャンピングカーや車中泊に関して深掘りした内容のお話の動画や、実際にキャンピングカーを使用した活動の動画など、皆さんが楽しめる動画になっております。で、よろしかったらぜひチャンネル登録を忘れないうちにポチッとしてから動画の続きをご覧になってください。それでは本題の方入っていきましょう。はい、それでは本題の方入っていくんですけども、まず一つ目の項目、キャンピングカーオーナー以外の人、つまりキャンピングカーに乗ってない人ってことですよね。そういう人たちから見たらキャンピングカーこんな風に見えてるんじゃないかっていうお話をしていきたいと思います。今からいくつか私の想像でこんな風に思われてるんじゃないかっていうのを挙げていくんですけども、本当はどっかの調査会社かなんかが実施したアンケートみたいなのがこういう感じであればよかったんですけども、こんなアンケートどこもやってないみたいで、ちょっと見つけることができなかったので、今から挙げる項目っていうのは完全に
私の被害妄想です。キャンピングカーオーナーさんもそうじゃない人もちょっと遠目から見てるユーザーさん以外の人ですよね、両方の人にとって、まあ、共感できるんじゃないかなってちょっと思うんですよね。じゃあ早速紹介していきます。まあ、まず最初の一つが、まあ、サービスエリアや田舎の方の道の駅で何やらコソコソしてる怪しい人たちで、そんでもってそういった場所でマナー違反や迷惑行為をする人たち、そして次がホテルや旅館じゃなくて車に寝泊まりする超ガサツで超ズボラな人たち、そして次が金持ちなんだか貧乏なんだかよくわからない人たち。自分で考えた項目なのにメンタルやられそうです。まあ元から気の弱い私はいつもそんな風に思われてるんじゃないかなっていう風にもうなんかビクビク震えてるんですよ、怖い。まあ、とにかく以上が私が思う、まあ、キャンピングカーオーナー以外の人から見たキャンピングカーのイメージ、まあ、私が考えたものですけどね。キャンピングカーに乗らない人当たってますか？意外と外れてはいないんじゃないかなって思うんですけど、まあ、ここまでが最初の一つ目の項目です。まあ、そして次の項目が今挙げたキャンピングカーのイメージを、まあ、キャンピングカーオーナーの目線で解説していきたいと思います。まあ、弁解というか完全に言い訳になるかもしれませんが、でまず一つ目のイメージがサービスエリアや田舎の道の駅でこそこそ何かしてる人たち読んでて傷つく。まあ、これに対してはまず、まあ、こそこそしてませんよっていうことをまず最初に言いたいです。これっていうのは、まあ、キャンカーユーザー全員に共通していることではないかもしれないんですけども、まあ、私の場合、例えば道の駅を利用する場合、まあ、場合によっては車中泊なんかもしますよね。まあ、ただ駐車場の台数なんかっていうのも絶対に限られてるはずなんで、なるべく邪魔しないようにしなきゃいけないな、基本的に心の中にあるんですよ。まあ、なんで、まあ、道の駅、まあ、広い駐車場でも端っこの方に停めることが多いんですよね。まあ、そもそも私が乗ってるキャンピングカーっていうのは、まあ、知らない方のためにキャブコンタイプというキャンピングカーなんですけども、まあ、写真ここら辺に出てると思うんですが、まあ、見ての通り、まあ、国産といえども、まあ、小型トラックぐらいの大きさはあるんですよ。なんでやっぱりあの道の駅の例えば物産店の近くだとか、まあ、トイレの近く、まあ、普通車がわーっとやっぱりお店の近くトイレの近くに集まりがちだと思うんですけども、そういうとこにそういう大きい車が入っちゃうと、まあ、ちょっと迷惑かなっていう意識があるんで、まあ、ひょっとしたらコソコソして見えるかもしれないけども、そういう理由があって、まあ、広い道の駅でも割と端っこの方に止める。空いてる方に止めるっていうことなんですよ。でも端っこ止めちゃったら不便じゃないって思うかもしれないんですけども、まあ、例えばトイレが近くなっても、まあ、トイレ付きのキャンピングカーだったら問題ありませんし、まあ、多少遠くても歩いていけばいいことですからね。まあ私はそんな風に考えてます。まああと広い駐車場の中端っこの方にポツンとキャンピングカーが止まってて中で何してんのって思われる方も少なからずいるんじゃないかなって思うんですけども、まあ大体車の中にいる時っていうのは、まあ、普通にくつろいだりだとか休憩を取ったりだとかあとは食事を取ったり、まあそんな感じで休んだりしてます。まあもちろん車から降りて、まあ、その道の駅のレストランでお食事をしてたりだとかあとはお土産屋さんで買い物をしてたりもします。まあ、そこら辺はあの普通車の方と何ら変わりはないと思います。そんな感じでよろしいでしょうか。じゃあ次に誤解されてそうなことが、まあ、そういったところでマナー違反や迷惑行為をする人たちなんじゃないかなっていう誤解、まあ、これに関しては、まあ、私はそんなことはしません。まあ、ただ悲しいことに、まあ、といってもキャンピングカーに限ったことでは決してないんですけども、例えば、まあ、そういったサービスエリアだとかあとはまあよくやれるのが道の駅ですよね、まあ、本当にキャンピングカーに限ったことではないんですけども、まあ、一部キャンピングカーも含むドライバーのマナー違反っていうのを少なからず耳にするだけではなくて、まあ、実際に私もよく目にしたことがあります。まあただね、まあ、見かけたのにジョーパパ注意しないのかって思った方いらっしゃると思うんですけども、まあ私はちょっとしませんね。まあそういう道の駅などでマナー違反する人たちに、まあ、正義感の強い人が注意することによって、まあ、例えば喧嘩になったりだとかそういうトラブルに巻き込まれるっていう話もよく聞きますので、まあ、私はそういう人たちに注意するっていうことはしません。で皆さんもそういうトラブルに発展する可能性が高いっていうことをよく覚えておいた方がいいと思います。まあ、ただそういう人たちを許してるかっていうと、まあ、そういう人たちを決して許してるわけではなくて、私もそういう違反行為っていうのは絶対にやめるべきだと思います。直接口頭で注意はしないんですけども、けどもっていうところなんですよ。まあそういうマナー違反だとか迷惑行為絶対にやめてください、しないでくださいっていうのを少しでも多くのドライバーさんに伝えたいっていう思いがこの今回の動画を作った理由の一つにもなります。で次に誤解されてそうなこと、ホテルや旅館じゃなくて車に寝泊まりする超ガサツで超ズボラな人たち違うんですよ、違うんです。でもこう思われてたらショックだな。でも本当に違うんですよ。まあこれも
ね、みんなに当てはまることじゃなくて、一部は本当にそういう人もいるかもしれないんですけども、キャンピングカーで旅をする、まあ、そういう人たちってどんな人が多いかなって考えた時に、僕はこう思うんですよ、まあ、美味しいご飯や観光アクティビティといった体験に注力するために、ホテルや旅館にかける宿泊費を節約するとても計画的かつ行動的な人が多いと思うんですよ。そしてそんな計画的で行動的な人たちっていうのは、まあ、限られた時間を自由に、あるいは有意義に使いたいって考えるもんだと思うんですよ。その点キャンピングカーなら、まあ、宿泊施設のチェックインチェックアウト等々、まあ、そういった時間に縛られるっていうことを極力減らすことができるんです。ちょっとかっこよく言いすぎましたけどね。じゃあ次行きましょう。次の誤解されてそうなことが、金持ちなんだか貧乏なんだかよくわからない人って思われてそう。まあこれは一概には言えませんけどね。まあまあ少なくても私は金持ちじゃありません。声を大にして言いました。まあこれに関してはこう思います。まあどっちかっていうのはいろいろですけども、何もお金持ちだけが乗ってるもんでもないですし、貧乏の人が乗っちゃいけないもんでもないと思うんで、いろいろいると思うんですよ。ただ少なくても私は、たとえ普通のサラリーマンでも、まあ、美味しい料理などの思い出に残る体験、まあ、例えば家族や友人なんかと一緒に見る景色など、まあ、そういう思い出に残る体験、まあ、自分や家族のために自由に使う時間、まあ、こういった体験や時間を大切にする人っていうのは、まあ、少なくても私は決して貧乏だとは思いません。まあお金も大事ですけどね。はい、それでは前の項目では、キャンピングカーって旗から見たらこんな風に見えてるんじゃないかなっていうお話をしてきましたけども、まあ、次の項目が、まあ、キャンピングカーあるいはキャンピングカーユーザーへの誤解がされやすい理由について少しお話ししたいと思います。まあ、これもあくまで私の想像ですけども、まあ、なんでかなって考えてみると、まあ、やっぱりいくつか思いつくところがあって、まあ、まずは車体がでかいし、まあ、あとはキャンピングカーっていうぐらいですから、遊びの車っていう風にやっぱりイメージがついてしまってると思うんですよ。でまあ、大方その通りだとは思うんですけども、まあ、まずそういう遊びの車っていうイメージから、まあ、少々斜めに見られてしまうようなところっていうのが少なからずあるんじゃないかなってまず思います。で最初に挙げた車体がでかいというところ、まあ、それから、まあ、道の駅やサービスエリアなどでの、まあ、公共の施設ですよね、まあ、そういう場所での、まあ、一部のキャンピングカーオーナーが犯してしまったマナー違反っていうのは、まあ、キャンピングカーオーナー全体のイメージになってしまってるからではないかなと思います。まあこれ本当キャンピングカーに限ったことじゃないと思うんですよ。本当に全ての人がそうじゃないんですよ。ただ最初に言ったように、じゃあなぜ一般車よりもキャンピングカーが取り立て取り上げられるのかって言ったら、やっぱりまず多くのキャンピングカーっていうのは車体がでかくて目立ちます。で小さい軽キャンなんかっていうのも、なんとなくパッと見キャンピングカーだって分かりやすい車が多いと思うんですよね。まあそんな中で、まあ、例えばちょっとキャンピングカーに嫌悪感を持ってる人たちが、例えばキャンピングカーユーザーのマナー違反を発見してしまったなんてことになった場合に、キャンピングカーイコールマナー違反迷惑行為っていうイメージにちょっと結びつきやすいのかななんていうふうにも思います。まあ、ここら辺はキャンピングカーオーナーさん気をつけなければいけないところですよね。まあ、あと強いて言うならば、まあ、キャンピングカーという乗り物、まあ、これを持ってる人っていうのはそれこそ動く家としてヘビーユースされる愛すべき道具なんですよね。まあ、それが故に長年乗り続けられることが多いですし、たとえ中古でも購入してキャンピングカーに乗るっていう方も多いと思うんですよ。まあ、それは本当にキャンピングカーを愛してるからっていうことに他ならないとは思うんですけども、まあ、その心の部分っていうのはすごく美しいとは思うんですけども、やっぱり旗から見たら、ちょっと言い方あれですけども、キャンピングカー興味ない人から見たら、まあ、なんか古臭くてでかい車が駐車場にいるっていう風に見えちゃうかもしれないですし、まあ、場合によっては怪しい車に見えちゃったりするからじゃないかなっていう風に思います。はい、ということで、まあ、今回私が考えたキャンピングカーユーザーが誤解されやすい理由っていうのはそんなところかなっていうふうに思います。はい、そしてここまで聞いていただいて、キャンピングカーユーザーじゃない方、世間の皆様のキャンピングカーに対する誤解っていうのは、まあ、少しは解けたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、そこで最後の項目、キャンピングカーユーザーが誤解をされないように気をつけるべきことについてこれからお話ししていきたいと思います。まあ、決してキャンピングカーだからということはないし、キャンピングカーオーナーだからといって、まあ、みんながみんな悪い人ばかりではないっていうのは分かってるんですけども、まあ、現状では少なからず、まあ、マナーの悪い人たち、駐車場を私物化する自分勝手な人たち、まあ、迷惑行為ですよね。あとは何してるか分からない怪しい人たち、
まあ、といった良からぬイメージがついてしまっていることを今一度自覚するべきだと思います。まあ、だからこそマナーやルールを守ることはもちろんですが、キャンピングカーオーナーさん、みんながあなたを見てるということを、あなた意外と目立ってるんですよっていうことに、もし気づいてない人がいたら、もうこの動画を見たことでぜひ気づいてほしいと思います。マナー違反や迷惑行為をしちゃう人の中には、その行為自体がマナー違反や迷惑行為に当たるっていう自覚がなくやってる人も中にはいらっしゃいますからね。そしてまあ見られてるから良い行いをしようっていうことではないんですけども、まあ私は旅のベテラン、遊びの達人としての振る舞いを、それを見てる人たちみんなが参考にしたくなるような存在を私は目指したいと思います。あなたはどう思われましたか？というところで今日の動画はまとめたいと思います。どうも最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、今後もこのチャンネルではこんな感じでキャンピングカーや車中泊に関する楽しいお話の動画や、実際にキャンピングカーに乗っていく旅の動画、Vlog なんかを制作していきたいと思います。キャンピングカーオーナーさんもそうじゃない方も、皆さんが楽しめる動画を配信していきたいと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。あと動画閉じる前にグッドボタンを押していただけると動画制作のモチベーションも大変上がりますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。